近藤勇希は、日本の政治家、実業家。日清市長、元日清市議会議員。元株式会社、浅熊代表取締役社長、元名古屋青年会議所常任理事。父は株式会社、浅熊創業者の近藤誠司。1969年5月8日、愛知県は愛知軍日清町大和赤池で生まれる。1988年、ハワイ州。 マッキンレイ高等学校を卒業する。1990年、カルフォルニア州アカデミーパシフィックハリウッド校を卒業し、株式会社アサクマに入社する。1992年、社団法人名古屋青年会議所に入会する。1999年、株式会社アサクマの代表取締役社長に就任する。2004年、 株式会社浅熊代表取締役社長を退任。同年、名古屋青年会議所理事に就任する。2005年、日清市子ども会議連絡協議会理事に就任する。2006年、名古屋青年会議所常任理事に就任。同年中に退任する。2007年、日清市議会議員選挙に出馬し、初当選。日清市議会議長などを歴任する。ありがとうございます。